ルイス・クラーク探検隊。ルイス・クラーク探検隊。ルイス・クラーク探検隊。英語名、ルイスクラークエクスペディションは、アメリカ合衆国陸軍隊員メリウェザー・ルイスと、少尉ウィリアム・クラークによって立位ら、太平洋へ陸路での探検を指帰官した、白人アメリカ人で最初の探検隊である。探検隊は発見隊、発見隊、英語名、コー・オブ・ディスカバリーとしても知られる。 アメリカ合衆国第三代大統領トーマス・ジェファーソンは長らく探検隊のようなものを結成する試案があった。1785年から1789年までフランスの外交施設を務めていた間太平洋北西部への探検計画を数多く聞いていた。また1785年ジェファーソンは聞いたところによれば フランスの類16世が単なる科学的調査のために、その周辺地域へ施設団を送ることを計画していると耳にした。ジェファーソンは当初疑っていたが、ジョン・ポール・ジョーンズによる証言で噂は間違いのないものであると確証された。しかしどちらの計画も1788年にボタニー湾を出港した後、悪天候によって難破し、失敗に終わった。 1786年、太平洋北西部へ、ジェームズ・クック船長と共に航海をした。経験のあるは、シベリアを歩いて横断し、ロシアの毛皮貿易船に乗って、海を渡り、アメリカ大陸をそのまま歩いて横断して、議会議事堂まで探検する計画をジェファーソンに打ち明けていた。レッドヤードも同じく、アメリカ出身であったため、ジェファーソンはそれを聞き多いに彼の成功を望んだ。 ところが、レッドヤードの計画はシュベリアまでは成功していたものの、その後、ロマノフ朝第8代ロシア皇帝エカチェリーナ2世の命令で逮捕され、ポーランドまで国外追放されてしまった。ジェファーソンは、その後探検隊の結成に着手した。彼は、個人秘書を務めていたメリウェザー・ルイス・タイを探検隊隊長とする走行を、議会に提出し、結果指示された。 そのためジェファーソンはルイスを正式に探検隊の隊長に任命し、ルイス宛てに送った1803年6月20日付の通知書では、と指示した1803年に行われたルージアナ買収は、西海岸への拡張開拓の関心を刺激した。購入が行われた数週間後、西部開拓の首相者であり、大統領となったジェファーソンは、 議会へ探検に充てる2500ドルの資金を西部の海洋までも探検するために理解ある10人から12人ほどの役人に送るようにさせた。当時彼らはすでに定着していたイギリス人やフランス系カナダ人のハンターやバナ漁師間で発展の可能性がある衝突を有料するとともにアメリカインディアン諸部族植物学、地理学、西部地形やその地域の野生動物についても 研究していた。北アメリカ大陸において、ルイス・クラーク探検隊は北、アメリカを横断した最初の団体ではなかったが、1793年にカナダからメキシコ、ほぼの北、コースト山脈より太平洋へ渡った最初のヨーロッパ白人であるアレグサンダー・マッケンジーの探検隊からおよそ10年後に結成されたものであり、アメリカ主導で最初に、 太平洋にたどり着いたアメリカ白人の探検隊である。その後探検隊の発足が正式に決定し、ジェファーソンはメルウェザー・ルイス隊を探検隊を率いる隊長に選出して、以後は発見隊として知られることになった。ルイスはその後相棒としてウィリアム・クラークを選んだ。合衆国陸軍官僚による承認の遅延が原因で、その当時クラークは公式には 上位の階級にしか着くことができなかったが、ルイスは隊員にそれを隠し、クラークも共に退位と称して、常にリーダーの地位を分かち合ったという。ジェファーソンが手紙で指示した通りに、クラークは探検の準備をした。クラークは2つの大型バケツとそれより小さいサイズの5つのバケツ1杯の塩、大量の乾燥豚肉、そして薬を購入した。 当初33人の隊員で構成されていた探検隊は現在のイリノイ州ハートフォードに近いキャンプデュボアを出発し1804年5月14日よりその歴史的体験を開始した。その後すぐに水売り州セントチャールズでルイスと打ち合いおよそ40人になった隊員たちが水売り側西方に沿っていった。まもなくして ミズーリ川沿いの最後の白人入植地であったラッシャレットを過ぎた。探検隊はミズーリ川に沿って進み、現在のミズーリ州カンザスシティやネブラスカ州ウマハを通った。1804年8月20日、発見隊は急性虫水炎と見られる症状で軍曹チャールズ・フロイドの死を経験することになる。彼は現在のアイオワ州、数式近隣である。 フロイド・ブラフに埋葬された。8月の最終週の間、ルイスとクラークはヘラジカ、シカ、バッファローやビーバーがいっぱいに群がる、グレート・プレーンズの端にたどり着いた。そして彼らは同時に、スー族の領域に足を踏み入れてもいた。彼らが遭遇した、最初のインディアンであるヤンクトンスー族、ナコタ族は、ミズーリ川沿い西遠方の同族部族、テトンスー族、 ラコタ族よりも恩恵なインディアン部族であった。ヤンクトンスー族は、ルイスとクラークから贈り物として受け取ったいつのメダルに満足しなかったが、隊員へ川の上流にいるテトンスー族には警戒するよう告げた。その後上流でテトンスー族に遭遇するが、彼らは敵意を示しつつも同じくメダルの贈り物を受け取った。州長の一人は彼らの領域を通り抜けるために、 支払う代価として、探検隊にボートを一つ要求した。彼らは、次第に険悪になったため、探検隊は戦う覚悟をしたが、戦いが始まる直前になって、双方は互いに交代し退却した。戦わずに事を済ませた一行は、万段族の領土で冬が訪れて、旅を一時中断するまで、手早く西方、水売川上流へ旅を続けた。 1804年から1805年をまたいだ冬の間、一行は、現在のノースダコタ州オッシュバーンの近隣のマンダン族の集落のそばに、ホートマンダン、マンダントリデというトリデを建設した。ある日猛烈な嵐が一行を襲い、食べ物もないまま小屋に閉じ込められる羽目になった。その時、少々に遺族インディアンの娘、坂上屋と、その夫である、 フランス系カナダ人の通産シャルボノーが一向に加わり、魚を持ち寄って飢えた隊員たちの命を救った。不幸にも、隊員たちは、魚には不慣れで、食べた後具合が悪くなってしまう、皆回復した。サカガビアは、自身らが食べ物と金や宝石類を交換するため、西部遠方から赴いた、少々人族である、彼女は、州長の妹であったことを、隊員たちに話した。 この時代で枠を着ていたが、彼女は幼い頃、ヒダアツァ族に奴隷として連れられた。後の旅路で実刑と再会することになる。彼女は西部へ向かった一行が遭遇するインディアン、諸部族の言語にある程度通じおり、通訳として、隊員たちを助けた。この1804年から1805年の冬に、坂上屋は、シャルボノーとの間にできた息子、ジーン・バプティスト・シャルボノーを出産する。 探検隊にはそれまで女性も乳児もいなかったため、坂上屋とその赤ん坊は、その後の諸部族間との関係を和らげる助けとなった。1805年4月、探検隊員のうちの数人が、機関隊としてマンダントリレから競技へ戻された。ルイス・クラーク探検隊が発見した事柄について述べた報告書によれば、彼らは全部で108個の植物標本。 中には生きた動物も含まれている68個の鉱物標本、そしてクラークのアメリカ合衆国地図を含む資料を持ち帰った。他の標本は定期的にジェファーソンに送り返され、その中にはジェファーソンが箱を受け取った際も生きたままであったプレーリードッグもいた。探検隊はミズウリ川と並行して川の源流まで進行し続け、 馬を介してレミ峠のロッキー山脈分水嶺を渡った。カルーの上で、隊員はクリアウォーター川、スネーク川、コロンビア川に接する山を降り、セリロ岳や現在のオレゴン州ポートランドを通り過ぎた。この時点で、ルイスはかなり海に近接していることで有名な山で、あるフッド山を発見した。クラークは、松の大木に、と掘っている。クラークは日記に、 海が見える。おう、喜びが。オーシャンインビュー。おう、ザ・ジョイ。オーシャンが正しいが原文では、オーシャンとなっている。ある日記の導入部には、大南洋、または、太平洋へ流れるコロンビア川入り口の失意の岬、ケープリサポイントメントという見出しもあった。この頃、探検隊は、旅路で二番目の冬を迎え、隊員たちは、 コロンビア側の北側か南側のどちらで野営するか投票して決めた。結果としてタイは、川の北側、ゲンオレゴン州アストリアに野営をすることで合わし、越冬宿舎として、フォートクラットソップという野営地を建てた。そこで冬を越す間、隊員たちは帰還の準備のため海水を煮立てて塩を精生成したほか、ヘラジカなどの野生生物を狩り、インディアンたちと互いに交流するなどしていた。 この1805年から1806年にかけての冬はかなり厳しいものであったため、食用に適した食物を見つけるのが困難な時期を過ごした。驚くべきことに隊員たちは太平洋に多く生息していた鮭を食べなかった。探検隊は出発地へ帰還する折り返しの旅を1806年3月23日に開始した。帰還する途中、 ルイスとクラークはインディアンたちから買い上げた四つの丸木船と以前に盗難にあったボートの報復と称して盗んだ一層の船を使用した。しかしフォートクラットソップを出発して一ヶ月も満たない、うち滝周辺の陸上を運ぶのが極めて困難であると判断しため丸木船を行きしてしまった。ロッキー山脈分水嶺を横断後の同年7月3日、タイはルイスが マリアス川を探索できるよう二つに分割された。ルイス率いる四人の分隊は、その後ブラックフット族と出会った。彼らとの接触は、当初好意的なものであったが、夜間にブラックフット族が、タイの武器を盗み取ろうとしたことが明るみに出た。このことが発端となった争いで、二人のブラックフット族が死亡し、死は全て隊のせいであると非難された。その後、ルイス、ドロイアールと、 フィールド兄弟の4人の隊は次のキャンプまで両日中に1 6 0メー1 0 0マイル飛した。一方でクラークの隊はクロウ族の領土に足を踏み入れていた。クロウ族は馬盗みでよく知られていた。ある晩、クラークの隊の馬は全ていなくなり、一人のクロウ族も見当たらなかった。その後、ルイスとクラークは8月11日に イエローストーン川とミズーリ川の合流地点に達するまで別々で行動していた。クラークの体は牛川船を利用して川を下っていた。双方の体が再開した際、片目が盲目で、もう片方の目も近眼であった。クラークの体のハンター、ピエール・クルザットがルイスをヘラジカと未完位て発砲し、ルイスはももを負傷した。そこから一行は再び合流し、 水売り川に沿って手早く、キ路に着くことができた。そして1806年9月23日、ついに探検隊は、出発地であるセントルイスへ到着したである。発見隊は、真新しい合衆国の領土とそこに住んでいる人々、さらには領地に広がる川や山など、多くの重要な情報を持って帰ってきた。また探検隊は、 北アメリカ大陸の地図作成にも偉大な貢献をした。当時北アメリカ大陸に散在していたスペイン人はアメリカが西部まで手を伸ばすことには反対であった。東側沿岸部に集中していた合衆国の手が太平洋沿岸まで及べばその影響力は強大になることが必死だったためである。探検隊が結成される直前の1803年12月8日。 ルイスはルイジアーナ北方の総督であったスペイン人カルロス・デホルト・ドラッサスと面会した。その当時周辺は正式にはフランスによって統治されていなかったため依然としてスペイン人が統治したままであった。ドラッサスはフランスが正式に合衆国側に領土を譲渡するまでルイスと探検隊がミズーリ川周辺を通行するのを拒んだ。そこでルイスは年内にミズーリ川へ向かうのは 時期的にも遅く、また旅の準備が必要であることから、セントルイスで越冬することを提案した。しかしルイスが、探検隊の目的は、単純に、水売り周辺域の科学的調査のためであると、主張したにもかかわらず、ドラッサスは、上層部へルイスはかなり有能な人物であり、太平洋まで進行することは疑う余地がなく、合衆国の西部進行は、スペイン側にとって、 脅威ととなるだろうと報告した。その後、オハイオ州新シ,シナティに滞在していた際、ルイスはジェファーソンに宛て、当初サンタフェへ向かうこと計画していたと書いている。ところがジェファーソンは、ルイス率いる探検隊は、ミズーリ川を遡るより、セントルイスで冬を待った方が良いと考えていた。これはルイスが、セントルイスで価値ある情報を入手し、かつそこにある軍の備品から必需品を引き出すことが、 できると考えていたためだ。さらにジェファーソンは、スペイン人が、どれほど彼らの金銀鉱山に敏感であるか、また先方がルイスに、サンタフェへ行かぬ、よう直接命令を発するだろうことも知っていた。そのためジェファーソンは、この、ルイスの判断に疑問を呈していた。しかし、ジェファーソンの心配虚しく、すでにルイスは、サンタフェへ向かうため時間を費やすよりも、 春までに探検隊の出発の準備を整えるため、当期間にセントルイスへ滞在して、十分な備えを行うとで決定を下していた。この決定が下された事実には、様々な政治的理由があった。一つには、探検隊がスペインの領土外で滞在することが必須だったことが挙げられる。ジェファーソンはルイスに、当時敵対していた、スペインの領土には侵攻しないよう告げていた。 より高緯度に止まることで探検隊はスペインの領土を渡るのを避けられたのである。この時代は1800年のサン・イルデフォンソ条約でスペインがフランスにルイジアナを割譲する状況下に置かれていた。これはナポレオンがカナダとアメリカ合衆国を征服するためルイジアナを一つの拠点とする目的で領土割譲をスペインに要求したものであった。 またスペイン側は当時東側に集中していた合衆国と西側のメキシコ北方にある多くの鉱山との間を遠ざける艦地帯として北アメリカ大陸中央部を占めるルイジアナをできるだけ占領し続けておきたい意図があった。ルイス・クラーク探検隊が出発した後探検隊の計画を阻むためにスペインは少なくとも4つの特別任務隊を派遣した。 探検隊が少々二族の野営地に滞在している頃、タイはスペイン人の入植地から十日程の距離まで近づいていることは知らされていた。この警告はルイスとクラークがスペイン人から離れる手助けとなったが探検隊が帰還するまで彼らはスペイン人が探検隊の進行を阻止する目的でタイを送っていたことは知らなかった。スペイン側がこうしたタイを送ったのは スペインのスパイとなった合衆国の反逆者から情報を得る目的もあった。例として、将軍ジェームス・ウィルキンソンはアメリカ合衆国陸軍の指揮官で、あっと同時にスペイン政府からも雇われていた。1804年3月、彼はマドリードへ通告を送り、ルイス・クラーク探検隊の目的は太平洋までを旅することであるとスペイン政府へ伝達していた。 以下は翻訳元の英語版 WN ルイスクラークエクスペディションからの出展項目である。他参考文献楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。